続いての方のご紹介です。宮城一郎さん、津軽男人生。宮城県生まれの宮城一郎さんは、幼い頃から民謡を子守歌代わりに聴いて育ちました。愛知県に就職してから仕事の傍ら、本格的に民謡を習いました。同時に津軽シャンセンも習い始め、長年民謡の世界にいらっしゃいましたが、演歌歌手としての夢もあり、同じ市内に住む作詞家の安藤翔吾先生に相談されましたら、素晴らしい詩が出来上がりました。作曲はベテランの青木英二先生が手掛けられ、通信カラオケナブとウガにも配信されて本格デビューを果たされました。今日は三味線を弾き語りながら歌います。ぜひお聴きください。宮城一郎さん、津軽男三味線。
さないよ一郎さん津軽男三味線でした。